まだちょっと石炭でも掘りに行かんか。おう、 あなたが登りたい山はどの山だ。行くぞ、行くぞ。使わせてもらおう、この、うん、この橋を、この橋を、うん、橋をな。あ、ちょっと待って、そっち大丈夫だよな。だから方向大丈夫か。村じゃないよな。うん、大丈夫。うかつに村の領域に入ったら俺村滅ぼすからな。いい山があると聞いてたの。ああ、そうか、こっちか。なんだい、この石は。わかんない。この石はなんだ。石しかなんかなのか。実はもう一人のあれか、あのゲーミング地底人なんかやってるかな。ゲーミング地底人。いや、あの山、うん、あの山見てどう思う。どう思う。ああ、とても削りたくなる山じゃないか。そう、あの私今この山消えるんだろうなと思いながら私見てたんだけど大丈夫かな。あ、ちなみに氷山は消えたぞ、昔。あー、あったね。ほんとだ、家ある。みんなこの森を見てどう思う、うん、消したくなってこない、この煩わしいこの緑、歩きづれえなってならねえか。消したくなってこない。ダメだ、思い思いの。ほら、おお、なんか燃してねえか。本当に森を消したやつできる。あの木材が取れなくなるんだって。やめなさいよ、焼き旗は。さ、帰ってくる頃にはなくなってんだな、あれ。そうだ、あのあれ消えないんだから。一番や悪いやつおる、ここに。あの爆笑しないやつが逆に怖い。弱アスレチック。ダメだ、全然ダメだ。力登れたりしない。うん、短く穴できてる、あの家の下。ほんとだ、これは自然生成かな。どうなの、あの家の下、造船所かなんかなってる。あそこから絶対船出るでしょ。今どこにおんの。頂上で集合な。マジで、ちょっと囲って出てきた。近くで、あ、で見られている、俺近くで。でも真上にいるよ。あ、真上にいるよ、ここ。はい、どうもどうも。こっちこっち取ってきました。ほら、なんか、え、何これ、え、洞窟。絶対かっこいい穴なのにさ、その上に豆腐建築っていう。あ、本当だ。何あれ、え、なんかおもろいもあんのかな、下。そうなんね。ちょっと、お、みんな湿地帯がある。うん、湿地帯は一回ね、行ってきた、走って行ってきた。久々登頂。あ、合ってた、よかった。うわー、あの山もいいね。木はやっぱり種類あるといいよね。うん、どこ行っちゃったの。いないな、クマ。羊さんがいるな。これ大丈夫かな。実はなんか気づかぬうちに方向を見失って村の方に近づいてるとかない。大丈夫。まあ、そしたら、はい、英雄になってくるという。いや、転んで終わりなんだよな、村な。怖いよ、一人は不安だよ。置いていかないでよ。消えかけの松の木が見えるかい。え、
冷えかけの持つ時、うん、ああ見えた、あれか、あそっちかい、合ってるか、こっちから左、左にまっすぐなんか痛いわ、なんかそこからまっすぐ左に、こっち、どうどう、はい、いた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 、なんか飛び跳ねてるやつがいるのは見えないか、見えない、多分君の高さよりもちょっと高いところに、あ、いたそっちあ、いたいたいた、あの牛たちに何とかしてもらえばよかったらバケツ作って、うん、あ、あ、全焼基地見つけちゃった、お、え、いなかったことにしよう、呪われんじゃん、あ、そっち、あ、先生、夜です、夜ですね、これ、私たち帰れない、まあ、帰んなくても、ふぅ、なんとか、ふぅ、なんとかならないやつここにいるんだよな、いやー、奥まで行ってもなんもないね、おじいちゃんどこ行った、あ、はい、なんでしょう、ちょちょ、ここもっと上じゃよ、上、あ、おったおったおった、ここをキャンプ地とする、キャンプ地とする、我々の城だそうだな、なんか難攻不落っぽいもん、この感じ、昔より湧きづらくなった、なんか、もうアンチニュートンストーン気になる、うん、あ、なにあれ、アンチニュートンストーンで、あ、なんか、うん、本当だ、本当だ万有引力を無視しているそういうことか、何を言ってんのかなと思ってリンゴも真っ青ということで、アンチニュートンストーンの前でリンゴを食べようと思ったらお腹がいっぱいだった、これもリンゴ持ってた、リンゴ持ってた、イエーイ、乾杯、乾杯、アンチニュートンストーンに乾杯時代を超えたニュートンに対するすごいディスりな気がしてリスペクトじゃなくて、リスペクトなのかなでも石落ちてねえしあの岩浮いてるしあれすごいよな、科学を根底から否定する岩だもんな、すごいな、下めっちゃ湧いてんじゃん、行ってくる、朝、あーでもエンダーマンもいるわ、エンダー君、うわ、いけるいけるあふざけんな、マジ危ねえよ、シャレになん、シャレなんねえだろう行ってみたいのかなと思って、あ、危なかった、誰、どっちだ、いや、やったのどっちだシャレにならんだろう、おい、おい、マヌル、人の命でだから取れ高を取ろうとするな何度言ったら分かってくれるんだって俺だってこのニュートン、このリンゴと一緒なんだから、押されたら落ちるのよ、こうやって、え、あの石と違うんですか、違うんだよ、試すな人で実証実験をするな、こいつ落としたらどうなるだろうじゃないんだよ、全く科学の発展の礎にしようとするな、私を、危ないな、日が昇ってきたぜ、昇ってきたぜ、科学の夜明けではねえよ、みんな喋ってる2人をこう同じ画角に抑えるの面白い違う、若干高いところから失礼してるの腹立つんだよな。いいな、なんか結果意図せず謎の夜会が、トークパーティーが山の上で開催されて終わったの。なんだったんだよって。